意外な情報が入りました。まさに状況が急展開したと言えましょう。護衛艦加賀、村雨とアメリカ駆逐艦ミリウス、そして海ジオヤ潮型潜水艦航行中の画像が公開されました。今回は、南シナ海で行われたこの合同訓練について見ていきたいと思います。そもそもなぜ公開したのか、疑問ですよね。あえて、手の内を世界中に見せる必要はなかったんじゃないかとも感じますが、中国が狙いでしょう。中国を牽制するため、わざと公表したのではないかと思われます。ところで、護衛艦の名前は、今まで何回か紹介したかが、出雲、など、旧国名にちなんだものが多いと感じていましたが、ここに来て村雨です。某夜刀みたいですが、ひとしきり降っては止み、止まんではまた降る雨村雨という気象状況から来ているそうですよ。ちなみに、春雨もあるそうです。2021年11月16日、海上自衛隊から発表がありました。護衛艦加賀と村雨、アメリカ海軍第7艦隊の駆逐艦ミリウスが、共同での対潜水艦戦の想定訓練を行ったというものです。海自からは、仮想敵として、潜水艦、艦名は公表されていませんと、対潜哨戒機 P1 が参加しました。アメリカ海軍からは、対潜哨戒機 P8 ポセイドンが参加したそうです。訓練内容は、潜水艦の探知、追尾行動での共同訓練でしたが、存在を隠さなければならない、高い秘匿性が要求される潜水艦の動向まで発表されるのは異例ではないかと思われます。わざわざ公表する理由は、やはり、南シナ海に人工島を造成して、軍事拠点とするなど、実効支配に手をかけている、中国を牽制する目的と推測されます。護衛艦加賀、村雨の2艦は、令和3年度インド太平洋方面派遣部隊、として、8月下旬から、数々の共同訓練を行っていました。今回の共同訓練も、その一環とされています。11月16日の共同訓練実施海域は発表されていませんが、フィリピンのルソン島スービック港付近の南シナ海の公海上ではないかと推測されています。訓練内容ですが、海自の潜水艦を敵潜水艦に見立てて、海上と上空から捜索、探知を行った上で攻撃するまでの手順を確認したとみられています。そういえば、昔、フィリピンには、スービック基地という、アメリカ軍の基地がありましたね。フィリピン国内を挙げての返還運動のおかげで、アメリカ軍基地は、なくなりました。ここで、南シナ海における、海上自衛隊潜水艦の活動について紹介しましょう。本来は、行動を秘密にして、公にしないのが、潜水艦の使命なのですけどね。2018年9月、当時の安倍首相は、テレビ出演の際、海自の潜水艦は、15年前から、南シナ海で訓練を行い、習熟度を向上させていたと、明らかにしたことがありました。同時に、こういった訓練については、我が国から公表しなくても、周辺国は当然把握しているはずと言って、明らかに中国を牽制しました。この発言に対する中国側の反応ですが、従前とは違って、動揺が感じられたようです。本当に?といった感じでしょうか。つまり、中国は、海地が南シナ海で訓練していたことに気がつかなかったのではないかと見られるのです。今回の共同訓練で
仮想敵潜水艦に偽せられていた海自の潜水艦が親潮型なのか双流型なのかは不明ですが、先日の安倍前首相の発言の意図が、中国は我が国の潜水艦を探知できないと指摘しようとしていたとすれば、海自やアメリカ海軍は静粛性が高く中国軍が探知できない日本の潜水艦を探知できるけれども、中国はできないと言っているのでしょう。つまり、騒音の塊とも言われるほど、大きな音を立てる中国海軍原子力潜水艦を、いとも簡単に探知し、攻撃できるというアピールを、時の首相がしたのかもしれませんね。また、海自の、同日、11月16日の発表によれば、11月21日から30日にかけて、日本近海で、日米共同演習、及び、日米豪華独共同訓練を実施するということです。この共同訓練内容は、対潜水艦船訓練を中心として、海上自衛隊とアメリカ海軍だけではなく、オーストラリア海軍、カナダ海軍に、そして、ドイツ海軍とも、連携強化、及び、相互運用性向上を目的に実施されるそうです。海自からは、約20隻の艦艇と約40機の航空機が参加します。アメリカ海軍からは約10隻、オーストラリア海軍から2隻、カナダ海軍とドイツ海軍からそれぞれ1隻の参加予定ということです。艦名が公表されていないものも多いのですが、今回、海上自衛隊の共同訓練に初めて参加するドイツ海軍ですが、先日東京港に寄港したフリゲート艦バイエルンが参加するのではと思われます。さて、海上自衛隊の対潜水艦警戒、監視能力の高さは、アメリカ海軍もお墨付きということです。特に、固定翼哨戒機 P3C と P1 の哨戒機を駆使する航空軍部隊の対潜哨戒能力は世界トップと言われています。自衛隊には実戦経験はありませんよね。それなのに、さながら職人芸のような高い技量を磨けたのは、皮肉なことに、オホーツク海や日本海に出没をしては悩ませていた。東西冷戦時代の旧ソ連潜水艦のおかげと考えられているのです。その海上自衛隊航空軍の中核となる P3C 部隊ですが、パイロット2人、戦術情報の収集、運用担当の戦術航空士や追戦員など合計11人で構成されています。彼らは、捜索用レーダー、赤外線暗視装置、磁気探知機、電波探知装置、音響探知機などの機器を駆使して、日本領海に接近する他国潜水艦を探知し、追跡して追い詰めていくのです。少し前の事件ですが、2018年1月、尖閣諸島周辺海域で、中国の093型、小級攻撃型原潜が先行したまま、接続海域に侵入したことがありました。この時、海上自衛隊の哨戒部隊はすぐさま探知し、2日間にわたって相手を追跡しました。追い回された中国原潜はやめむなく浮上し、中国国旗を掲げて逃げ去ったのです。この原潜は日本の対潜哨戒能力を試すつもりで領海へ侵入したのではないかと推測されていますが、実は当該潜水艦が接続海域に先行、侵入した時点で、海自の哨戒部隊は中国の原子力潜水艦であると断定して、報告を上げていたそうです。この報告を受けた政府は、当然ながら、中国政府に抗議をしましたが、相手が当初そのことを認めなかったので、
海上自衛隊は護衛艦や潜水艦からこの原潜に警告信号を発すると同時にアクティブソナーを照射し続けて威嚇していました。この威嚇行動と攻撃されることを恐れた原潜が耐えきれなくなって浮上して中国国旗を掲げたために、中国政府も自国の潜水艦と認めざるを得なくなりました。さらに国を守るためなのか、個人に責任を押し付けるかのように潜水艦艦長が暴走したと発表したので、中国の面目は丸つぶれになったというわけです。この事件については、ある意味中国が退いたからこそ、これで済んだと言えるのかもしれません。しかし、ここで嫌な仮定をしてみましょうか。もし、この原潜が追い詰められた挙句暴走し、万が一にも、海自の護衛艦や潜水艦を攻撃していたら、自衛隊員に犠牲が出ていたことは容易に想像できます。日中戦争の再来もあり得たとも想像できます。専守防衛を基本としている自衛隊の理念から言えば、相手に攻撃された場合の反撃しか攻撃は許されてはいません。相手が武器を構え、攻撃されることがありありと分かっていても、こちらから先に攻撃はできないというのが日本の法律です。こうした状況下で自衛隊の手足を縛ったままにしていたら、いざという時に遅れを取ってしまうかもしれないので、政府は自衛隊法を早く改正すべきではないかという声もあちこちから上がり始めているようです。